ミラ・クニスはアメリカ合衆国の女優である。生命は、米語ではミイラ・クーニス、ミエル・クー・エヌ・エスという発音に近いが、日本ではミラ・クニスという表記が一般的である。活動初期においてはミラ・クニスと表記されることもあった。出身は旧ソビエト連邦ウクライナのジェルニウチイであり、両親は共にユダヤ人で、父親のマーク・クニスは機械技師。 母親のエルバイラは物理教師研薬局のマネージャーであり、兄がいる。1991年、家族でカリフォルニア州ロサンゼルスに移住し、高校卒業後はロヨラメアリーマウント大学に在籍。左右非対称の瞳の色を持つ高際移植症である。9歳の時、ビバリーヒルズのスタジオで演技のレッスンをしているところをマネージャーに見出される。 いくつかの CM やカタログ撮影を経て、1995年からテレビに出演する。1998年からザット 70S 賞に出演してブレイクする。同年放送のテレビ映画、ジーアー、悲劇のスーパーモデルでは、アンジェリーナ・ジョリーが扮する、ジア・キャランジの少女時代を演じた。昨今は、顔の強さがアンジェリーナ・ジョリーに似つつあり、 第二のアンジーとの呼び声も高い。1997年、14歳の時に、チャック・ノリス主演の人気アクションドラマ、炎のテキサス・レンジャーに出演。チャック・ノリスは私に戦い方を教えてくれました。と愛情を込めて振り返っている。2000年からは、ファミリー外で、2005年からは、ロボット・チキンで声優を担当。2008年公開の、ネトラレ男のラブ・バカンスでは、 ティーン・ジョイス・アワードにノミネートされ、同年公開のマックス・ペインではマーク・ウォールバーグと共に主演した。2010年にはダーレン・アロノフスキー監督のブラックスワンに出演し、第67回ベネツィア国際映画祭でマルチェロ・マストロヤンニ賞を受賞した。2012年、アメリカの男性誌エスクアイア11月号で最もセクシーな女性に選出された。 2002年から2010年まで俳優のマコーレイ・カルキンと交際していた。2012年からはアシュトン・カッチャーと交際し、2014年2月に婚約、2014年9月30日に第一子のジョジが生まれた。2015年に挙式。アシュトンとは10代の頃にザット 70S 賞で恋人役を演じており、これが二人の慣れ染めとされ、 ミラーのファーストキスの相手でもあった。2016年に第二師団児を出産。ありがとうございます。